名古屋大賞展は愛知県競馬組合が名古屋競馬場のダート1900メートルで施行する地方競馬の重賞競争である。格付けは屋内。中日新聞社が優勝杯を提供している。正式名称は中日新聞杯名古屋大賞展。副賞は中日新聞社賞、日本中央競馬会理事長賞、地方競馬全国協会理事長賞。 日本馬種協会連合会長賞霊賞、日本地方競馬馬種振興協会会長賞、愛知県馬種協会会長賞、愛知県競馬組合管理者賞、開催室務委員長賞。1977年に5歳から10歳の別定の、東海地区限定の重賞競争、名古屋対象店として、創設、第1回は、名古屋競馬場のダート1900メートルで施行され、 施行時期は現在とは違い12月に施行されていた。1987年の第11回競争を最後に現在の3月開催に移すため、1988年は施行されず、1996年からは東海地区グレード制施行により SP1 に指定されると同時に中央、地方全国指定交流競争に指定され、中央競馬及び 他地区所属場が出走可能となり、さらに、負担重量を定量に変更した。1997年からは、ダートグレード競争志向により、議員に、格付け、2000年からは、負担重量を、グレード別定に、変更、2005年から、出走資格を4歳以上に、変更、2006年は、前年の名古屋グランプリが公設で中止になったことに、 ともない、農林水産大臣商店の副賞がついた。春の名古屋競馬場での名物競争で、フェブラリーステークス後のギークラスのレースということもあり、エスポアールシティが出走した2011年を除き1 0 0 9の馬は出走せず、中央競馬の重賞クラスの競争馬が、例年出走する傾向がある。中央競馬の重賞クラスの競争馬にとっては、 躍進のきっかけとなる競争であり、スマートファルコン、日本ピロアワーズ、北高たる前、アオーディー、ケイティブレイブは後に、GIQ 競争優勝馬となっている。本年3月6日より、過去の GIJ プニー競争一着馬は 5kg 増、GIIJ プニア競争一着馬は 3kg 増、DI や内競争一着馬は 1kg 増。上記に加え、 g お及びジャパン競争通算3章以上馬は 1kg 増、さらに2章ごとに 1kg 増となる。上限は 60kg、品は 58kg。蒸気総額賞金に着外賞金は含まれない。ありがとうございます。